東高遊郭は奈良県伊古間郡郡山町和座東高にかつて存在した遊郭。1930年に出版された全国遊郭案内によると、東高遊郭は奈良県伊古間郡氷山町和座東高にあって、関西線郡山駅の東南約7丁の地点に当たっていて、乗り合い自動車の便もあり郡山停留場から南へ約3丁であるという。 その当時、揚げ屋は21件あって将棋は190人おり、すべて大阪式で沖屋から将棋を揚げ屋へ呼んで遊ぶことができた。したがって、回しは一切取らずに全部時間制、または仕切り制になっていた。午前8時から正午までは5円、正午から日没までは7円、日没から12時までは7円、12時から翌朝7時までが6円だった。 この辺では一体に、将棋のことを、小山、子供衆と呼んでいた。義郎は、朝広王、今村、竹島、藤金、千歳、大阪郎、都郎、笹野野郎、小飛郎、岡吉郎、与家郎、陽吉郎、小田福郎、がし郎、宝山郎、駒川郎、恵比寿、大三世月、日式、水郎、清四月郎等がある。戦前、 奈良県内にあった遊郭は、奈良市の羊、大和郡山市のほら泉寺、同市の同校の3カ所だけである。大和郡山市東岡町遊郭。ありがとうございます。